皆さん、こんばんは。ハリウッドスターを目指す男、ラモスです。364名のファミリーの皆さん、本当に皆さん、いつもありがとうございます。今日先に言います。今日ほどつまらない動画ないと思います。なぜかというと、今日はカスタムしてるこの過程を記録に残したくて、動画を回しました。なんで、すいません。はい、すいません。あと、すいません。このレザージャケットなんですけど、50s のレザージャケットに、70s の当時のパッチ、カスタムしてて、一応150万プラスタックスで、ポップアップ持ってこようと思うんですけど、多分ね、これ安い。なんで多分値上げします。はい。多分、わからないですけど、まあ、200は超えますね。確実に200は超えます。絶対ないんで、ないのと、ね、これ系のパッチをこれだけ持ってて、ましては、こんなに暇でカスタムする根性がないやつじゃないと、このレザージャケットって絶対作れないんですよ。って考えたときに、2つ条件が揃わないと、ありえないと思っていて、このカスタムのこのレザージャケットって、一つはこのパッチのコレクションで、もう一つは暇なやつ、この二つが揃わないと絶対これ作れないです、はい、絶対作れないです。でちょっと2分ぐらい黙ります。なんで本当につまらないと思ったら消してください、はい、もう無我夢中でやってますね。ちなみに今ここつけてます。もうね、レザーがね硬くて、ね、針入んないんですよ、マジで。はい、下針が待って待ってください。今 YouTube ちょっと閉めて YouTube 360名のファミリーの皆さん見てるから、今ちょっと一回閉めて。ここで、そういえばあれの話をしますね。声小さいじゃないですか、僕。これ理由があって、これ今ね、千葉の山奥のシェアハウスに住んでるんです。これ、ね、壁めっちゃ薄くて、これもね、聞かれてるかもしれないですよね。すみません、本当に。ちょっともう、今日この辺にしましょうか。はい、で、今、ここで言ってますね。はい、ぜひ楽しみにしててください。
ポップアップが11月の9日と10日、東京は中目黒でやりますので、ぜひお時間ある方、お会いしましょう。以上、ハリウッドスターを目指す男ラボスがお送りしました。それでは皆さん、以上、さよなら。